よいしょ。おはようございます。やっちまったぜ。なんなんだよな、もう。おはようございます。1時間仮眠しました。1時間仮眠したぜ。すげえ、1時間なのにすげえ疲れ取れたな。同じタイミングで起こされました。まあ、ちょうど8時だもんね。仕事、よいしょ。ああ、後日の顎の傷はちょっとカラーで描こうと思います。よいしょ。あ、しまった。怪人細胞をペン入れするの忘れてた。これはコミックのあれですね。コミックの後ろの折り返しですね。
どうしようかな。コインの柄が怪人細胞になってるか、このコインの中に怪人細胞が混ざってるか、どっちが面白いかな。書いちゃったけど、混ざってる方が分かりやすいか。そうだね。この上にちょっとコイン大きめにさ、いくつかこう書いといて。で、怪人細胞。
人細胞だったり、なんかいいのないかな。いいネタないかな。ああ、カラスか。ああ、なるほど。カラスだとな、ちょっとネタとしてパンチが弱いかな。なるほど。カラスか、なるほど。
ハトさん、ハトさんダメだよ。ダメだよ、ハト。ハトはダメだよ。バニーボーイジェノス可愛いですね。ありがとうございます。すぐに消すかってなると思いますけどね。さて、ゴーケって何色にしようかね。何色かな、こいつ。
ライズで爆弾さんのぬいぐるみがついてくるってことですか。こういうか、うん、うんうんうん、じゃあグレーに紺色って感じかな。よし。ああ、なるほど、サメっぽく見えたから、なるほどね。サメっぽいグレーということは、
2度、2度。そうなんだよね。あ、そっかそっか。止めるところはやっぱついてないとダメだよね。そりゃそうだ。
ソニックが来たら ソニックが来たらそうですね、全部外しそうですね。スカ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 とか言ってた出してなんでスロットでスカが出るんだよっつって、よいしょ。
緑か、うん、ピンクでちょっと緑がかってる、気持ち悪気持ち悪、ちょっと内臓っぽいですね。そうですね、食欲減退する色が正解なんでしょうね。食欲失せるわっていう。しちゃったよ。はい、というわけで終わりです。じゃあまたね。よっしゃ。